イファフ、アメリカンフットボール世界選手権は、国際アメリカンフットボール連盟が主催する国、または地域を代表して選出される、ナショナルチームのアメリカンフットボールの世界一を決める大会である。大会創設時は、アメリカンフットボールワールドカップという名称だったが、第4回大会から、現在の名称に大会名が解消された。第1回及び、 第2回大会はいずれも日本代表が優勝した。ただし、本場であるアメリカ代表は、この2大会とも参加していなかった。アメリカ代表が初参加した第3回大会では、延長戦で日本を制したアメリカ代表が、初優勝を遂げた。なお、この大会のアメリカ代表は NFL に所属する、プロは含まれておらず大学生など、アマチュア主体のチーム構成であり、 X リーグの選手が主体のフル代表で臨んだ日本代表とはチーム構成が異なる。第5回大会は当初スウェーデンで開催予定だったが開幕まで約半年に迫った2014年末になって急遽スウェーデン協会が開催を断念。理由はスポンサー不足であった。主催者のイファフは大大地としてアメリカでの開催を決定、実質責任者である 当時のイファフ会長は休職となった。この一連の騒動がきっかけとなり、イファフ加盟国間で新会長支持派と前、会長支持派の対立が激化し、一時は双方の派閥がそれぞれ別にイファフ総会を開催する事態にまで発展した。最終的に前会長側が提起した地位確認訴訟をスポーツ仲裁裁判所が退けたことにより、3年余りに 及ぶ分裂状態は新会長派の勝利に終わったが、2019年に行われるはずの第6回大会は、この件が多引き、多くの加盟国が参加できる状態にないとの意見を出したため、4年後に延期されることになった。ありがとうございます。